それではお時間になりましたので始めさせていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。それから申し訳ございません、今日は救急で全席埋まる予定になっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、これから平成24年度外務省政府開発援助海外経済協力事業委託費による業務説明会、案件化調査と、副事業についてのご説明会を始めさせていただきます。まず最初にお手元の方に受付で発付させていただきました資料の確認をさせていただきたいと思います。1枚目に、本日の、スケジュールが書いた紙が1枚ございまして、次に、資料1と右肩に書かれた ODA を活用した中小企業との海外展開支援のこちらの紙が1つ、それから右肩に別点と書かれました、青年海外協力隊を活用した中小企業の海外展開支援というものが一つ、それからまた右肩に別点と書かれております、ちょっと字が小さいんですけども、Q&A の紙が一つ、資料2と右肩に書かれております、ODA を活用した中小企業等の海外展開支援に係る委託事業案件化と途上国政府への事業というふうに書かれた紙が一部、それから資料3と書かれました、JICA の消化及び調査における JICA の役割というパワーポイントが一部、それから、資料4でございますが、案件化に関する企画書の企画競争の実施についての説明書というのが一部、それから、資料5、途上国政府への普及事業に関する企画競争の実施についての説明書が一部、それからあと、空刷りで、パートナー会員登録制度のお知らせという空刷りのものとパンフレットをつけております。もし欠けている資料がございましたら、受付の方で貼りさせていただきますので、おっしゃっていただければと思います。それとですね、本日、業務説明会でございますが、各企業の方々の公正性などを期すために、今日の説明会の模様をそちらのビデオの方でお取りさせていただいておりますので、どうぞご了承ください。それでは、第2部、午後の部を始めさせていただきます。まず、外務省国際協力局開発協力総括課森主席の方から、案件化調査、途上国政府の指定事業の説明についてお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。外務省の開発協力総括課の森と申します。今日はお暑い中、これだけたくさんの方々にお集めいただきまして、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ちょっと座らせて、今回のこの委託事業費ということを外務省の事業としてやるわけですけれども、この話に入る前に、そもそもなぜ私どもがこういう中小企業支援やるのかというところを若干ご説明させていただきたいと思います。ご案内のとおり、言うまでもなく日本経済が非常に厳しい状況であります。1ヶ月前に新成長戦略ということを政府として意思決定をしてですね、海外に対する企業の、途上国、新興国の成長をどういうふうに日本の経済に取り組むのかと、そういう発想のもとに私どもいろんな事業努力を取り組みをしてきておりますけれども、そういう中で例えば昨年震災がございまして、その後被災地支援のために何ができるかということで、例えばその被災地で作られる産品を機材供与という形で途上国に供与するということもやったりいたしました。これは私どもとしてまさに今の日本の国内の状況を踏まえた上で、もちろん途上国の開発のニーズに応えなければいけないわけですけれども、同時に日本の経済の活性化に役に立てる
を絞った結果であります。で今回の中小企業も同じような発想になってまして、あの開発途上国 その開発ニーズに対応するんですけれども、その時に日本の中小企業の優れた製品技術をこれどういうふうにして生かしていくかというところに着目をしてですね、私どもとしても率直に申し上げると、今まで今日も中小企業の方々たくさん参加されておられると思いますけれども、必ずしも中小企業との接点が多かったわけではないんですが、今一生懸命制度設計をして、この支援を具体化していきたい、これをこのように思っているところでございます。基本的にはお配りしたこのパワーポイントの資料に沿ってご説明させていただきます。後ほどですね、この今回のその、自動化関係者調査の時に、ODA 案件をこう勉強されたということを書いてあるんですけれども、どういう質問があるかというのをちょうどご説明するとして、ここで一言申し上げたいのは、私どもこの中小企業というのを新しいというふうに考えておりますけれども、特に何が新しいか課題かというふうにこれまで考えてきているかというと、その私ども途上国での開発にどういうものがあるかというのをそれなりに把握をもちろんしているつもりでありますけれども、それを中小企業、どういう中小企業はどういう製品、技術を作っている、それをどういうふうに活かせるかというところについては、必ずしもこれまで知見があった分ではございません。そうすると、そこのマッチングというのが極めて重要で、今回のこの委託事業調査というのは、まさにそのマッチングのために行うものだというふうに聞いております。ODA としてやりますので、ここに書いたような少なくとも3つぐらいの条件があって、あるというふうに考えています。一つは、当然ですけれども、相手は ODA 対象国ということで、後ほど別途資料の2についていると思いますが、ダックリストというのがありまして、ODA の対象国、そこに載っている国が対象国といいます。それから2番目に、途上国の開発に、資する目的で行う事業ということになります。で3番目として、これは相手は民間ではなくて政府機関等ということになります。で私ども先ほど申し上げてきた通り、国内に必ずしも根拠があるわけではございませんので、これまで経産省さんや中期庁さんといったところと随時お話をしてきております。で昨年6月に中小企業海外展開支援大綱というのを作られて、でその中で海外市場での販路の拡大はもちろんあるんだけれども、総合的な支援の施策を深めていくということが実は書かれておりまして、その目的のもとに経産省さんの方に地域の左側ですけれども、地域の中小企業海外展開支援会議というのが、これは日本の9つのブロックそれぞれにですね、設置をされまして、で3月から随時開かれておるところに、JICA もそれから私ども外務省も参加をしてですね、来ています。でそこで具体的に何をやっているかと申し上げると、外務省 JICA の方からは ODA でこういった途上国のニーズがありますと、で我々はこういう取り組みをやっていきますということをご紹介申し上げて、そして専門の方からは企業に関する情報でありますとか、あるいは企業サイドからの要望といったものをお聞かせいただいて、そういった情報交換もやってきております。このページはですね、主としてその ODA 事業を念頭にと言った時の ODA 事業としてどういうものがあるかというメニュー表です。ただこれはあくまで今私主としてと申し上げましたけれども、包括的なものではございませんで、例えばここには書いておりませんけれども、一例として申し上げれば、外務省でやっている草の根無償資金協力、これは NGO に資金を供与して、例えば学校を建てたりとか、といったことをやる支援スキームですけれども、CSR 活動なんかで使われることがございますので、ここに書かれているもの以外でも支援のスキームはありますけれども、代表的なものとして挙げさせていただいたということです。この中身については、次のページでご説明してまいります。まず、無償資金協力でございますけれども、上の半分の方が、これがプロジェクト型の無償資金協力です。で、なかなかプロジェクト型の無償というと、
どうしても大企業が中心で、中小企業さんが前面に立っているということは少ないのが率直なところですが、その中でも小水力の場合には、キーコンポーネントになるタービンについて中小企業さんが作られるということになりますので、もしこの中で小水力関連のメーカーさんとか企業さんがいらっしゃれば、例えばこういったものがございます。そして下の半分の方はこれまで実は制度の設計中なんですけれども、中小企業農業務省、これをやりたいと思います。具体的にどういうものかと申し上げますと、当然途上国側にいろいろなニーズがあります。でそれに基づいて国内の中小企業の産の作られている製品について途上国に供与できるような適当なものを産品のリストとして、私もショッピングリストと言ってますけれども、そういうものを作ります。でこれは例えば食料品だとか企業の機器といったテーマごとにリストをして作って、でそれを途上国に示して、で途上国から要請が出てきますと、それに基づいて一般競争入札をして調達をして途上国に供与すると、こういう枠組みであります。具体的にどういうものが念頭にあるんですかという質問をよく受けますので、これも網羅的ではございませんけれども、あくまで一例として8分野をそれぞれについて具体例を挙げさせていただいております。それからいきますと、環境エネルギー廃棄物処理で言いますと、例えば太陽熱システム、バイオ利用発電装置、廃棄物処理関連機といったものがあるかと思います。次の水の浄化、水処理、この話はよく私どももお話を伺うことがありますが、例えば水処理をするろ過の膜の装置といったような装置といったものがあるかと思います。それから職業訓練、産業育成、これは例えば工作機械、中小企業さんで裾野の広い分野だと思いますが、旋盤、それから検査測定機器、こういったものがあるのではないかと思います。それから福祉の分野で言えば、私ども地方の方に出張しますと、よくお話を伺うんですけれども、車椅子、リハビリ機器、介護機材、こういったものがあるかと思います。また、農業をご関心をお持ちの方いらっしゃると思いますが、ここに書いたような販売用のポンプですとか、農産品の加工の機材、精米機、こういったものがあるかと思います。また、医療保険の分野でも、高圧熱菌機、内視鏡、保育器、歯科機材、こういったものがバリアに生じております。それから教育の分野でも、理科実験機器具、聴覚機材、それから防災の分野でいえば、気象計測機器、簡易浄水場、空想化の探知機、こういったものが挙げられたと思います。で今日のこの午後のセッションは、これが私どもの、今年度の、委託事業費、委託費事業 のオーバービューというか、外観ができるページなんですけれども、この右側の緑の方になりますので、そちらを中心にご説明していきたいと思いますが、一応ニーズ調査の方から簡単にご説明をしますと、このニーズ調査というのはまさに、中小企業の産品あるいはその技術を使って、どういうふうに OD 案件化をしていくかという、そもそものニーズを調査するというものでありまして、これは右側の緑の方に比べると少し早くて、9月中旬以降事業を実施してまいりまして、10月から2月頃に総務省を提案いただくと、これは私ども外務省の方でこの8分野でそれぞれ各地域について少なくとも1カ国、潰す形で調査をしてくださいと、こういうご説明を午前中もいたしましたけれども、これが8件程度で上限5000万円です。そして今日の、この午後のセッションの対象ですけれども、右側の方、案件化調査と途上国政府の普及事業です。コンセプトとしてはほとんど同じで、中小企業さんが実際にうちの会社でこういうものを作っていますと、これが途上国でどういうふうに ODA 事業になりますかということを、そういう思いはあるんだけれども、それを具体化していくために調査をお手伝いするというものであります。他方で中小企業さんだけですとなかなか、資金面とかいろんな面で、あとノウハウの面でも、大変だと思いますので、開発途上国のその、開発ニーズに慣れたですね、開発コンサルタントさんと組んでいただくと、
共同提案で出していただくということを基本に想定しております。そしてこの左あの案件化調査の真ん中と右側の普及事業の違いは何かと言われると、あの考え方は同じなんですけれども、真ん中の案件化調査の方は持っていく機材がですね、あの蛍光機材みたいな形で、あの持ち込みというか、あの持っていけるぐらいの機材であればですね、例えば医療機器でも、まあ、小さなものとか、そういうものであればあの真ん中でいけるんですけれども、ベッドを輸送する必要があるというような場合になりますと大型になりますので、単価も3000万円ではなくて5000万円が条件になっています。ただあの件数としては案件化調査の方をメインに考えて30件程度、普及事業の方については7件程度と、このように想定しております。で実施の時期ですけれども、10月中旬以降準備事業実際調査を実施しまして、12月下旬から来年の2月頃に報告書を提出をしてもらうということを想定しております。でもう一つの重要な柱が、あの ODA のスキームを活用してといったところの柱が技術協力であります。あの具体的に申し上げれば、研修員を途上国から呼んでくる、そして中小企業が参加するあの研修の枠組みの中で研修に対する研修を行うというのが一つあろうかと思います。また、逆に中小企業の専門家の方を、例えば旋盤の機械の使い方を教えて職業訓練について専門家を派遣するといったような形であの活用いただくということも可能ではないかと思います。それから下の方ですけれども、これはあの今年度からの新しい取り組みでありまして、民間連携ボランティア制度というものがございます。これはあの青年海外協力隊、あの途上国いろいろなところにあの若い方が個人であの応募されて選抜されて派遣されておりますけれども、今年度から新しい取り組みとして、企業単位でですね、企業さんとお話しして、企業さんの人材を途上国に1年派遣をする、特に中小企業ということを念頭に置いて、策定された制度であります。具体的に、例えばその社員の方の人件費、一般管理等を所属先に補填をしたり、派遣先の等の中身についても、企業さんの要望に応じて調整をしたいと、このような取り組みで、以下はですね、あのこれまでその限られた中小企業支援で、まあ、ODAを活用しているという事例でございますけれども、時間の関係もございますので、説明は割愛させていただきまして、後ほどご了承いただければというふうに思います。そしてあのこの後ですね、今日お配りした資料の2になると思いますけれども、今プロジェクターに実施されていますけれども、この紙についてあのご説明を私から申し上げて、具体的なあの手続き面を中心に、この後あの私ども外務省の事業なんですけれども、今回 JICA さんが支援ということであのやっていただくことになっておりますので、 JICA さんの方からこちら JICA さんの取り組み、それから手続き面を中心にこの後ご説明いただきます。あの今回申し上げました通り、案件化調査と途上国政府への普及事業とあの2種類ございます。でこの2の事業内容に沿ってご説明をしていきますけれども、あの案件化調査ですね、我が国中小企業等からの提案に基づいて ODA 事業への展開を念頭に、途上国政府関係機関等と協議の上、中小企業等の製品技術の活用、または技術指導等により、その国の開発に資する事業計画の予算を支援しますというのが1つ目です。で2つ目もあの途中までは同じなんですけれども、そのニーズの調査、紹介、それから使用実効性の検証等を通して、あの少し大型の機材を念頭に置いておりますので、あのそういったものについて愛国政府機関等での使用導入に向けた働きを支援しますといった形になっております。対象地域については、あの原則として在外公館が存在する ODA 対象国としておりますけれども、これはそれこそ基本はですね、あの開発コンサルタントさんと組んでいただきますので、開発コンサルタントさんはすでに途上国のネットワークもあると思います。またそういったところをベースに案件化調査ということをやるんだと思いますが、あの必要に応じて
在外効果、私どもの在外効果、あるいは在外事務所といったところがサポートするということもできるようにしたいと思っておりますので、できれば在外効果が存在するところが良いかなと思っておりますけれども、これはまあ原則としてということであります。その対象国については、この別点、ダックリストと私が先ほど申し上げましたものがついておりますので、ご参照いただければと思います。で、1点、2点として申し上げておきたいのは中国であります。これは中小企業さんが海外展開といったときに、中国というのは一つの大きな対象国だと思いますが、中国につきましては、政策的に今、絞り込んでおりまして、ここに書いておりますとおり、草の根レベルの相互理解の促進や、両国が直面する共通の課題への取り組み、それこそ環境問題とか、酸性雨の問題とかですね、黄砂の問題とか、いったような分野に絞り込まれているという現状がございますので、排除するわけではございません。ただ、こういった絞り込みの現状を勘案した上で、採択の可否については検討させていただくことになります。個別に欲しい必要があればここに書いてある連絡先までお問い合わせいただければと思います。そして対象分野でありますけれども、8分野、ここに先ほどパワーポイントの方でもご説明をしましたが、この8分野の中から1分野を選択することを基本とさせていただきます。他方、これはあくまで、言ってみればベルクマールでありますので、これ以外の分野であっても排除するものではございませんので、個別に応募された場合には中身に応じて審査をさせていただきたいと思います。調査項目の中身であります。まず案件化調査の方ですけれども、当該開発課題の現状及びニーズをまず確認をする。その上で、中小企業のその製品技術の具体的な活用方法、それから将来的な事業転換の見通しということも見ていただきます。ただ、これは3番目が一番重要な分野と思っていますが、ODA 案件化による当該国における開発効果といったことを見ていただくということが調査の項目であります。すみません、それから ODA 案件化の具体的提案、この部分ですね、カムカーパートとも、所属政府機関とも、協議をしながらですね、具体的な提案というものをしていただくと、使うスキームが何で、協力する中身が何かといったところを提案いただくということであります。その際に、先ほども申し上げました通り、提供可能な小規模の製品の持参が可能であります。もう一つの2番目の方の途上国政府への普及事業ですけれども、途中までは同じで、開発課題の現状、それから中小企業の製品技術の具体的活用方法を将来的に事業展開の投資、ここまで同じですが、3番目として各種試験を含む現地特効性の検証、実証パイロット調査等、それから途上国政府の協議ではありますが、製品技術の紹介というのが特にいらっしゃっています。ODA 案件化による当該国における開発効果等、それから ODA 案件化の具体的提案、といったものが調査の対象となっております。外務省からの説明をさせていただきます。はい、それでは、次は、JICA の紹介及び調査における JICA の役割でございますけれども、先生、後ろで立っていただいている方、まだお席空いているところもございますので、これから1時間ぐらいまでありますので、皆様にお待ちしていただいて、おかけになっていただければと思いますので、そちらとかも空いてますので、どうぞ。それと申し上げましたが、私、総務部総務課の村田と申します。JICA の紹介及び調査によって、JICA の役割について説明させていただきます。座らせていただいて申し訳ございません。本日ご参加くださっている方には、外務省の方はもちろん皆さんご存知だと思うんですけれども、JICA の方はご存知ない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に JICA の説明と、あと外務省の調査において、JICA がどのように関わるのか、分かりにくいといったご意見もございましたので、簡単に説明させていただきます。まず、JICA の概要でございますが、JICA は、
財務省を中心といたしまして、日本政府のもと、ODA のうち、2国間援助を一元的に担っております。また、JICA は世界最大規模の2国間援助機関でございまして、約100カ所に上る海外拠点、そして、世界150カ国以上の国と地域で、事業を展開しております。で、こちらの方ちょっと小さくて見にくいかもしれないんですけれども、ODA 化ということも先ほどございましたが、具体的にどういったツールがあるのかということを簡単に説明させていただきます。一番上が技術協力でございますけれども、こちらは開発途上国の人材育成、制度構築のために専門家の派遣、必要な機材の供与、途上国人材の日本での研修などを行うものでございます。それから上から2番目の有償資金協力でございますが、こちらは状況的な条件をベースに、円借款、円価を貸し付けているものでございます。こちらは貸し付けということもございますので、大規模なインフラ事業に対して、資金協力しております。それから3番目が無償資金協力事業でございますけれども、こちらは所得水準が低い開発途上国を対象に、返済義務を課さずに開発資金を供与するものでございます。学校、病院、井戸、道路などの基礎インフラの整備や医療品、機材の、調達に充てられるものでございます。それから、ちょっと右下の方になりますけれども、市民参加協力ということもやってございまして、先ほど民間連携ボランティアもありましたけれども、JICA は青年海外協力隊のボランティア事業をはじめ、開発教育とかを行っております。その他 NGO、自治体、大学などによる、国際協力活動への参加を支援し、さまざまな形で連携させていただいております。こちらが、国内機関になりますけれども、国内機関も、15カ所ございまして、北海道から沖縄までございます。本庁さんに限らず、何か国際援助のことについてお問い合わせ等がございましたら、こちらの方にご連絡をいただければと思います。それから海外拠点でございますけれども、100カ所以上、ございます。でですね、こちら、特徴にも関係するんですけれども、フィールドの強みとしまして、アジアの ASEAN 各国には JICA の事務所もございます。またモンゴルやこの頃注目されているミャンマーにも事務所がございます。それからアフリカにも26カ所の拠点がございますので、調査をする際に何かございましたら、大使館と同時に JICA の方にもご連絡をいただければと思います。またですね、JICA の方はネットワークの強みといって、左側になるかと思いますけれども、50年以上、協力をしておりますし、途上国政府で協力をしておりますので、現地の政府ですとか、そういった方々との太いパイプがございます。何かございましたらご連絡をいただければと思っております。で、次でございますが、外務省と JICA の関係でございますが、先ほど外務省の森主席の方からも、お話しいただいておりますけれども、JICA は外務省の方から、本庁さんの、地震にあたっての受託をしております。で、もちろん外務省の調査でございますので、契約の締結ですとかお支払いというのは外務省さんの方からやっていただくことになるんですけれども、調査の実施の段階でですね、次に書かせていただいているんですけれども、例えば、準備段階、括弧1の選定支援業務でございますが、例えばこういった説明会の支援ですとか、これから企画書もご提出いただくかと思いますけれども、それは企画書の提出、契約交渉などは一元的に JICA の方でさせていただきますので、何かございましたら JICA の方にお問い合わせください。また、調査実施の段階でもですね、業務の計画ですとか、六骨にありますような報告書の作成の支援ですとか、あと調査全体の管理等も、管理ですね、あと経費面のご相談などもございます、あるかと思いますが、そちらも一元的に JICA の方でありますので、何かございましたらご連絡をいただければと思います。それから、次のページの括弧3になるんですけれども、生産関連支援業調達部の前川を中心にさせていただきますので、いつでもご相談をいただければと思います。それから最後にこちら、参考なんですけれども、
開発コンサルタントという言葉が出てくるかと思うんですが、開発コンサルタントという名前に馴染みのない方も多くいらっしゃるかと思いますので、簡単に説明させていただきます。ODA の業務を実施するにあたりまして、開発コンサルタントさんは欠かせない存在でございます。各種の高度な専門性を有しまして、途上国の開発課題の解決に取り組んでいる企業、またコンサルタントの方々ということでございます。特にですね、日本政府や援助機関、JICAでございますけれども、途上国の開発を実施するのを支援するのが、業務でございまして、こういったこれからやろうとしている調査の計画業務ですとか、あとこれが、案件になった場合の設計業務、それを実施する段階での施工管理業務等を行う、コンサルタントでございます。これから案件化普及事業を実施にあたっては、こういった開発コンサルタントの方々とも連携していただきながら、ご提案していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。次にですね、企画書の作成についてということで、案件化については、民間連携室の、連携推進課の広島調査役の広島の方から、途上国政府への普及事業につきましては、産業開発部公共政策部の、産業貿易課長の、斉藤の方から説明させていただきます。こちら続けてさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました JICA 民間連携室連携推進課の広島と申します。私の方からは案件化調査に関してのご説明を大体25分から30分程度をかけましてさせていただきたいと思います。今日はお配りしております資料の右肩に小さく資料4と書かれております説明書をもとに説明をさせていただければと思います。では座った状態でご説明させていただきます。まず1ページになりますが、大きな1番につきましては、先ほど外務省さんの方からご説明があったかと思いますので、割愛させていただきまして、2番目の募集概要のところからご説明をさせていただきます。まず括弧1に参加資格になりますが、以下の4点 A から A までの要件を全て満たす中小企業という点、それから中小企業さんには代表法人という位置づけになっていただきまして、コンサルタント企業さんとのパートナーシップを構成いただくと、その上で、企画書を提出いただくことを基本とするということでお願いできればと存じます。で以下 A から A の4点になりますが、中小企業の定義に関しまして A のところで触れてございます。これ欄外の中書きのところに書かれておりますけれども、基本的には中小企業基本法の定義通りということで中小企業の定義とさせていただきます。で正し書きで、本案件化調査で扱う製品技術等の一部がここでいう中小企業以外のものであってもブラブラというご説明が2ページにかけて、記載されてございますけれども、これ例えばですが、その設備に関しては大企業の製品が入っていますと、他方でその操作を行う技術に関しては中小企業さんがお持ちであって、それをもって途上国開発に貢献ができますというような、例えばそういったご提案であれば、この中で呼び込めるというようなイメージを持っております。もう一点ただし書きとしましては、いわゆるみなし大企業というふうに言われる以下の該当をする中小企業さんに関しましては、今回の対象外ということにさせていただいております。これら3点ご確認をいただければと思います。黒いポツレに綴ってある部分が該当いたします。それから E に関しましては、これは対象となる国および地域を特定をいただきまして、加えて、当該国における ODA 事業、それから中小企業の海外展開事業との相乗効果が見込まれる事業分野、これがあらかじめ明確化されるという点、さらにその後具体的な作業を行っていただけるという、そういう必要のある企業さんということで2点目の E になります。さらに3点目の U になりますが、これは実際調査に参画いただくと、主体的に参画いただくという意思をお持ちいただいた上で、さらに計画の後に実際の事業者としてその事業に関与していただくということが前提になります。それが3点目。それから4点目につきましては、これよくご紹介をいただいておった点ですけれども、
コンサルタント企業と等というこの定義以下というご質問いただきますが、基本的には法人の形態を取っておるということをまず基本というふうにこちら考えております。で、具体的には当該法人の事業概要を、これは例えば定款とかそういったものになりますが、その中にコンサルティング業ないしはそれに類似する事業が明記されているというところを一つの判断材料というふうにさせていただいております。それから括弧に今後のスケジュールというところですが、企画書の締め切りに関しましては7月の27日ということで予定をしております。これは午前中説明を行いましたニーズ調査よりも1日遅い設定になっておりまして、ニーズ調査の場合は7月の26日を締め切りとしておりますので、ここは混在されないようにご注意いただければと思います。で、仮採択通知のめどとしましては10月の上旬を今のところ予定しておりまして、その後10月の中旬頃をめどに契約書締結と、で業務開始という流れになります。この契約書が締結された段階で、定義としては本採択という形になろうかと思います。それから募集の件数としましまして、といたしましては35件程度ということで今のところ考えてございます。それから3番目の業務の概要になりますが、これ括弧1から括弧3までの項目につきましては、これも先ほど外務省さんからのご説明の中で触れられておりましたので割愛をさせていただければと思います。で、ただ一点、3ページ目の一番下のところに米印で書かれてございますけれども、実際アンケート調査の中でもですね、途上国政府等との協議を行う際に携行可能な小規模の製品等の持参、これも行っていただくことが可能です。具体的なその規模感とは個別のご相談になろうかと思いますけれども、長官の手荷物料金ですとか保険料関税等、こういったところも今回の調査費の中から支援させていただくということで想定をしております。他方で実際のその製品の調達経費に関しましては、これは今回の経費からは除外をさせていただきたいというふうに考えております。それから括弧4番の成果品になります。これは最終の成果品としましてはファイナルレポートということで、報告書を10部 CD ロムを1枚ということで、3月1日、これは2013年の3月1日までに報告書をセットいただいてご提出をいただくというスケジュール感で考えております。ちなみに最終報告書のドラフトファイナルレポートというふうに載ってございますが、これは1ヶ月前のですね、2月1日までに、この1日をめどに JICA に対してご提出をいただきたいというふうに考えております。これは実際その最後の中身ファイナル版にセットするまでにですね、何回かキャッチボールをさせていただいて、内容をしっかり JICA としても確認させていただきたいというところが大きな趣旨になります。で、ここの説明書には記載しておりませんけれども、最終的なその経費の精算報告の確定請求に関しましては、今のところ3月の15日までに、所有意識 JICA に対してご提出をいただくと、その後年度内に完全に業務自体契約自体は終了という形で想定をしております。それから各国の相手国政府との関係というところになりますが、本事業は通常の ODA 事業等とは若干違いまして、相手国政府からの要請には基本的に基づいておりません。ですので、従ってというところになりますが、相手国政府との合意文書の締結ですとか承認の取り付けといったところは原則として想定はしておりません。ただし、案件が採択された後、実際に、仮採択後契約締結前までの間に各国にあります外務省さんの在外交換を通じて、実際こういった案件を行いますよという通知に関しては発出いただくということで想定をしております。大きな4点目になりますが、企画書に記載する内容ということでここはご説明を差し上げております。全体の分量としましては、これ別途今日はお配りした資料には含めてございませんが、ホームページの上で様式を出させていただいておりまして、全体大体30ページ以内というところで作成をいただければと考えております。で、大きな柱立てとしましては、この括弧1、括弧2、括弧3という大きく3つの柱に分けて記載をいただきたいというふうに考えておりまして、1点目としては、ご提案者の概要、
2点目に関しましては、実際調査の後に想定される事業の概要、3点目につきましては、この調査そのものの概要ということで、これらをまとめていただきたいというところで想定しております。ちょっとスクリーンの方にですね、今日はお配りはしておりませんけれども、企画書の様式をお写しいたしまして、ごく簡単にはなりますけれども、全体ざっと初めから終わりまで、中身をご説明できればというふうに思います。具体的には2ページ目のところ、まず1個目の柱ということで、ご提案者さんの概要ということで、いくつか記していただくことになっておりまして、1点目は法人名と。ここに共同起動企業体を構成いただく場合には中小企業さん、コンサルタントさん等の各社さんのお名前を書いていただくということになります。で、1の2につきましても同様に、共同企業体さんであればそれぞれの情報をここに書いていただくということを想定しております。コンサルタント企業さんに関しましては先ほどご説明差し上げた通りで、コンサルティング業務またはそれに類する業務が事業概要等に定款等に書かれているというところが改めてご確認いただきたいという点になります。それから1の3としましては法人の概要ということで、実際どういった企業さんかということが分かる情報を添付いただきたいというふうに考えております。中でも登記簿の書本ですとか、あとは直近3年期間の財務諸表といったところを添付いただくことを想定しております。これ仮にその3年間、3期間にまだ満たない企業さんであっても応募はできるんでしょうかというご質問をいただくことがありますけれども、これは基本的にご応募いただくことは可能という立て付けにはなっております。ただ事業の中身とですね、直近の業績というのはいただいた、ご提出いただいた書類をもとに我々審査の段階で内容を確認させていただいて、総合的に結果について勘案させていただくということにはなりますが、足切りの要件とかそういった位置づけにはなっておりません。はい、それから3ページ目の2つ目の目印のところになりますが、これは紹介状や推薦状ということで、もし日本国内で取引先の関係にあるこういった機関からの推薦状等が得られる場合は、特段様式は決まっておりませんが、合わせて干末にご添付いただきたいということになります。では、次の大きな柱の事業の概要というところで、5ページ目にこういった事業概要表というものをつけております。これは冒頭に小さな文字で 1,2 枚程度というふうに書かせていただいておりますが、この30ページにも及ぶ全体の事業のプロポーザルの中でずっとここはサマライズをしていただくというようなイメージで考えておりまして、どの国でどういった事業をどういう背景で行っていくのかといったことをコンパクトにまとめていただきたいという趣旨になります。それから 2-1 の基本情報というところ、ここ以降は個別の概要をまさにここにインストラクションを書かせていただいている通りに埋めていっていただくという形になります。一番最初の法人の基本情報と、括弧共同企業体を構成する場合は主たる企業の情報というところで冒頭ご説明がございますが、この主たる企業というのは今回のプロポーザル企画書の中では中小企業さんという想定でこちらとしては考えております。ここに書かれておるような基本的な情報を改めてご記載をいただくといったところになります。その他はざっとちょっとスクロールいただきまして、大きな2の2に移りまして、事業のニーズと目的ということで書いていただきます。で、一つ目の括りで事業国、地域、都市ということで、これが午前中説明があったニーズ調査とはまた若干違うところかと思いますけれども、具体的なその中小企業さんの製品なり技術なりを想定いただいた上での応募いただくという調査になりますので、こういったところを極力都市選定理由といったところも含めてですね、具体的な表記をしていただけますと、非常にこちらとしては確認がしやすいなというふうに考えております。それから2点目の ODA を想定した場合の製品技術の活用方法、海外展開計画といったところで、ここで書かれております製品、特に製品の方になりますが、
ここもご質問をいくつかいただいておったところなんですが、基本的には部品といったイメージではなくてですね、完成品ですとか完成品といったイメージを今のところこちらとしては持ち合わせております。これはその ODA 案件化という今回の調査の大きな目的に照らした際に、非常にその案件化の容易さですとか、あとは明瞭さですとか、そういった点でよりこういった完成品の方が優位に立つのではないかなというところで、今のところこちらとしては想定をしております。それから次の括りで、我が国 ODA 事業への案件化とその関連性ということで、いくつか具体的な事業をスキームというふうに申し上げてますが、こんなイメージということでいくつか書かせていただいております。具体的にはその中小企業として想定される ODA 事業との関連性の例、関連性といいますか、想定いただけるような例ということでいくつか書かせていただいておりまして、例えば梱包研修でありますとか、ボランティア事業、あとはめくっていただきますと無償資金協力、それから基礎の技術協力といったところでいくつか例示をさせていただいておるところでございます。で、次の駆け足になりますが、8ページで2の3番というところで、これはODA 案件化というところからは若干離れまして、むしろその ODA 案件化の後に実際どうやってそのサステナブルな形で各中小企業さんが海外展開を続けていただけるかというところで、そのビジネス展開の可能性とその場合の事業計画というところで一つ説を設けてご記載いただくということで考えております。具体的に書いていただく中身としましては、今ここに映しておりますような、実際そのビジネスとしての事業の仕組みですとか、投資計画、資金計画、それからビジネスを行っていく上での事業実施体制、事業化のスケジュール、あとはビジネス展開される上でのリスクといったところを極力具体的にここは記載をいただきたいというところで考えております。以上が事業に関する2番目の大きな柱になります。最後の3番目の柱ですが、この調査そのものの概要ということで、いくつかまたおまとめいただくことになります。具体的には3の1、これは特に中小企業さん、調査実施にあたっての当該中小企業内の体制ということで、今回主たる提案企業に中小企業さんになっていただきますということを先ほどもご説明申し上げておりますが、実際どのような形でオーナーシップを持った調査参画をしていただけるかというところをここでご記載をいただきたいというふうに考えております。特にそのオーナーシップを担保いただけるかどうかというようなところが、この ② ですね、本調査への参加度合いというようなこうアイテムを受けておりますけれども、こういったところでも記載をいただければというところになります。それから類似業務の経験、それから3の3としましては、調査の方針、内容、方法案といったところを書いていただきますが、今後その ODA 案件化の後まで見据えた展開というところで、この3の3につきましては、市場分析ですとか、あとは現地のパートナーがどの程度今目星が立っておるか、それから投資計画、資金計画、こういったところまでしっかりプランの中に含めていただいているご提案に関しましては、おそらく検討に際しても有利に働いてくるんではなかろうかというところで考えておる次第でございます。3の4が実際にぐらいのコンサルタントさんがどのぐらいの期間について、調査をしていただけるかというところで、1ページの ② ③、そういったところも含めてスケジュール感をお示しいただくというもの、それから3の5につきましては、実際のメンバー構成、現時点で想定されるメンバーご所属、それから各社の役割分担というところで表にまとめていただくことになっております。あとは次のページにちょっと食い込んでしまいますが、こういった体制図という形で、これはあくまで例ですけれども、こんな形で実施体制をちょっと図示していただけますとありがたいなというふうに考えております。それから、すいません、若干戻りますが、メンバーリストのところに評価対象ということで二重丸を付しておるかと思います。これプロジェクトマネージャーについては二重丸を記載してくださいと
この1名がプロポーザル審査時の評価対象となりますというただし書きをつけておりますけれども、今回はまあこういったところ想定でおりまして、具体的にはこのプロジェクトマネージャーを想定される方のイメージとしましては、コンサルタント企業側の代表にあたる方ですけれども、その方1名に関しましては別途様式語というのがございますので、そちらの履歴書のフォーマット、この方のみを今のところ想定しておりますが、プロジェクトマネージャーさんのみは履歴書を埋めていただいて、合わせてご提出をいただきたいというふうに考えております。その他の業務従事者の方々につきましては、別途ございます様式4という表のようなフォーマットになりますが、そちらにご氏名と役割の担当を記して提出いただくという形になります。あとは主たる提案者、共同事業企業体の中には必ずしも含まれないものの、実際その企業体さんとして技術的にちょっと弱い分野ですとか、そういった方々を補強団員という位置づけで団員に加えていただくことが可能になっております。その場合はこの様式6というまた別のフォーマットがございますので、それを用いた同意書というのを取り付けていただきつつ、別途どういった企業さんから補強を来ていただく予定ですというのをまとめていただくフォーマット、様式7というのが非常に多い様式で恐縮ですが、こちらに概要を書いていただいた上でご提出いただければ補強ということで、こちらとしても検討させていただくことが可能です。で戻りまして、説明書の企画書の13ページ、はい、前のページからの続きになってしまいますが、作業工程ということでこれは表にまとめていただくということになります。それから最後の最後で、ちょっとすいません、スクリーンに映せなくなったんですが、一番最後のページに再委託についてということで、これ必要あらば現地再委託、ローカルコンサルタント等に委託した方がよろしいという内容につきましては、今回現地再委託についても合わせてご検討いただくことが可能になっておりますので、合わせて選択肢の一つとしてご検討いただければというふうに存じます。非常に駆け足で恐縮ですが、以上企画書についてざっとご説明をさせていただきました。では説明書にまた戻りまして、ページで申しますと5ページ目に、戻らせていただきます。括弧の4番の予算額というところになりますが、今回は案件化調査につきましては3000万円を上限額ということにさせていただいておりまして、これを超える企画につきましては採用できないという整理になっております。一部自社負担でといったお考えをお持ちの企業さんもいらっしゃるかもしれませんが、基本的には今回はこの枠内で収めた形で調査をいただきたいということになります。それからご提出いただきたい資料ということで、括弧5の「あ」から「こ」まで全部で10種類の資料をご提出いただくことになります。でこの中で一番多くご質問いただきましたのが、課のですね、全省庁統一資格審査結果通知書というこの資格書についてなんですが、今回想定しておりますのは共同企業体さん、例えば2社で構成されますということであれば、中小企業さんも含めて両2社さんからご提出をいただく必要がございます。さらに資格の種類につきましても、今回は役務の提供等ということで、いくつかカテゴリーがある中での役務の提供等というカテゴリーでのご申請をいただく必要がありまして、あともう1点、これは公示の上では特段記しておりませんで、今日お配りしております Q&A の中で初めて明記しておるんですが、競争参加を希望する地域等というカテゴリーもございまして、それが今回に関しましては関東地域と、今回のご情報を出させていただいているのが外務省ということで、所在が関東ということで、関東地域ということでご申請をいただく必要がございます。これすでに他の地域で申請をいただいているというような場合、すでに資格自体をお持ちという企業さんの場合は変更というか追加というような形で大変お手数なんですが、再度ご申請をいただく必要が出てまいります。
これが外務省さんの調達室さん、窓口の部署さんにご申請をいただく、今のところ大体1週間から2週間程度で、新規のご申請に関しましては扱っていただけるということになっておりますので、もし応募をご検討いただいていて、まだご資格をお持ちでないという企業さんに関しましては、お手続きをいただければ幸いです。それから説明書の6ページの方に移りまして、審査の方法ということで、括弧6、EU ということで記してございます。先ほどご説明申し上げました通り、審査ごとに最高点、これ今のところ6名ということで想定をしておりますが、最高点、最低点1名を除いた上で上位35社の企画を採用させていただくことになります。仮に同点の企画書が複数ある場合はくじ引きということで選定をさせていただく予定です。結果につきましては10月上旬をめどに書面にて全ての仮された企業さん、不された企業さんに対して一斉に通知をさせていただきます。理由に関しましては恐縮ですが、審査結果内定等につきましては不問というふうにさせていただいております。それから7番目の経費見積書ということで、これもインターネット上には様式を掲載しておりますので、ご確認いただければ幸いですが、これの具体的な内訳につきまして、添付いただく資料の詳細につきましては経理処理マニュアルという、これもインターネット上に掲載しております様式を添付いただく必要がございますので、ご添付いただければ幸いです。先ほど村田の方から説明がありました通り、今回の JICA の位置づけとしまった括弧8にあります通り、事業管理支援法人という位置づけになりまして、具体的にはこの下にあります1から10まで、隣のページまで振り込んでおりますが、これらに関しましては JICA が一時的な窓口として各企業さんとの対応に当たらせていただくということになっておりますので、ご承知おきください。それから過去9その他という部分になりますが、先ほど若干触れておりますが、共同企業体、それから補強に関しましてはここに記載されております範囲内で、認めさせていただくことが可能です。基本的には中小企業さんとコンサルタントとさん、この共同企業体を今回は基本ということで、こちらとしては想定をしております。具体的に補強の要件、それから人数がどのぐらいまで可能なのかというところにつきましては、このご説明をご確認いただければ幸いです。それから以の企画書等の武功というところで、あからかまでこういったものを記載させていただきました。特に繰り返しになりますが、括弧O の全省庁統一資格通知書、これに関しましては共同企業体構成員の皆さんを含む全企業さんからご提出をいただくという必要がございますので、この点特にご注意いただければと思います。それからうの企画書の扱いですけれども、その作成提出等につきまして、今回私どもから報酬を支払いするということはございませんので、ご了承いただければと思います。それから誓約書へということで、これは指名停止措置ですとか、あと反社会勢力等に該当しないというところを誓約いただく文書を、これは誓約書というタイトルで別点につけてございますが、これをご提出いただく必要があるということになります。それから仮採択後の手続き等ということで、2点ほどご留意をいただきたい点がございまして、これは最後の8ページ1枚に振っていただきますと、いいということで記しております。これは再三の繰り返して恐縮ですけれども、何ございます通り、共同企業体を結成いただく場合には中小企業さんが共同企業体の代表者となっていただくということをまず想定しております。それから仮採択通知を受けられた保護者さんにつきましては、今回もその調査の資金に関しての新規の銀行口座を開設いただきまして、そこを通じて金銭をやらせていただくというような形になります。では今日はお配りしております別点資料はですね、ここに別点1から5というふうについておりますが、1の採点表だけを手元にお配りしておりまして、最後ここだけ簡単にご説明をして終わりとしたいと思います。
全部で4つの項目につきまして拝見を行っております。海外進出にあたっての企業としてのご経験能力と、それから ODA 案件化を想定した事業の目的およびニーズへのマッチ状況、今一番左の列を確認しております。それから3点目が本調査後の将来的なビジネス展開の可能性とその場合の事業計画、最後が調査計画および調査実施体制の妥当性ということで、以上4点、中項目小項目ということでブレイクダウンをしておりますが、こういった観点での審査を行う予定としております。で再三ご説明の通り、今回の案件化調査につきましては、なんといっても ODA 案件化というところを特に重視して必要な要件として考えてございますので、この2点目の ODA 案件化を想定した事業目的およびニーズへの合致状況というところが35点ということで一番高い配点を振らせていただいております。加えてその事業を ODA 事業の後といいますか並行を含めてですが、その後見据えたその将来的なビジネス展開と、ここは持続性というところでどういう重要な点というふうに考えておりますが、この点につきましても3番目の評価項目ということで20点ほど全体100点のうちの配点を振らせていただいておるということになります。以上大変駆け足になりましたが、案件化調査についてのご説明をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。JICA 企業開発特許政策の斉藤と申します。今回途上国の件の普及事業について私の方から、説明させていただきたいと思います。多くの部分は今話し方説明がありました案件化調査と重複する部分もございますので、その部分一部聞きながら説明させていただきたいと思います。それでは早速それでは今スクリーン上に映っております途上国政府への普及事業の説明書をご覧いただければと思います。まず1番目の業務の目的、事業の目的につきましては、先ほど外務省の説明の方からご説明ございました。これは開始になりますので発表させていただきます。で2番目の、募集概要につきましても、先ほどの案件化調査で、多くの部分の方をご説明しております。本件一部修正違っている部分がございますので、そこを中心にご説明ください。まずですね、参加資格としましては、先ほども申し上げました通り、日本投資法人の中小企業ということで、案件化調査と変わりございません。ここでも普及事業で扱う製品技術の事業が、法人中小企業等以外のものであっても主に取り扱っていただく製品、技術の中に対するものが大企業のものが含まれていても、それは問題はないということでございます。で次に、意図しまして対象となる国、地域が指定されていること、そして、事業分野があらかじめ明確化されていることということは、これは案件化調査、先ほど取ったさらに、この普及事業におきましては、具体的な技術、製品等が、明らかになっていて、それが途上国政府の開発に役立つような活用が検討されているという部分が、加えられております。で次の部の部分ですけれども、これにつきましては、地域、国の基本的情報を既に持っておられて、そして、製品の技術、製品技術の現地における、ニーズの調査、紹介、そして使用、適合性検証、これを行って、かつそれを実施するにあたって、愛知国政府関係者等への働きかけを行っていきたいということをここでは加えているものです。この普及事業につきましては、製品、技術というものを対象とする国、地域に持ち込みまして、この適合性検証、紹介、使用というものを行っていく。こういった活動がしうる中小企業さんであるということを加えてございます。ここで適合性検証というふうに書いてございますけれども、適合性検証にはですね、実証パイロット調査というものがでございます。実証につきましては、これ QA 集の方には書いてございますけれども、現地に製品を設置、稼働させて、主に技術面で検証する、
の、実証というふうに言っています。というのはパイロットといいますものは、事業化のステップとして、小規模なレベルでの、試行的な操業を行うものです。記念資料をご覧いただければ、という資料の、中身が記載しております。こういった途上国において、こういった製品、技術を申し込んでの、商法が行える、企業であるということを説明しております。その次に、A、O の部分については、先ほどのご説明と同様でございます。主体的に、関与する商法が中心企業さんであること、そして、計画作成後も、当該事業に関与することを想定されております。一緒に参加されるコンサルタント企業さんにつきましても、ここに記載されているでございます。次の企画競争のスケジュール、これも先ほどと同様の日程でございます。案件化調査とこの普及事業につきましては、同日程で続きを行いますので、ご紹介させていただきます。募集件数につきましては、この普及事業については7件程度の年度を予定をしております。次に、業務の概要でございます。ここの、どかこ1対象国、そしてどかこ2対象事業分野、これはいずれも先ほど、ダメショさんの方からご説明いただいた通りでございます。次に、どかこ3、業務の内容、この内容もですね、先ほどダメショさんの方からご説明いただいております。ただ、次のページですね、下の部分について、注釈をつけさせていただいております。本事業では、途上国製品に対する普及活動を行う際に必要となる機器と、それの現地への輸送、据え付けを可能としています。で、それにあたっての輸送費、CSP 費用、その他保険料、関税等、これについても、今般の普及事業の経費としてお支払いし得るというふうにしてございます。ただし、中、なおと書いてございますけれども、以下の活動に対する経費は、この本、普及事業の対象外となります。製品の調達および製造、現地に持っていっていただく製品そのもの、施設そのものの調達、もしくは製造は対象外でございます。なお、その実証やデモンストレーション等に行う、現地の管理に合わせる警備な仕様の変更、改造、製造、製造工事、こういった経費は対象としています。その物品そのものの、ね、調達、購入は対象外でございます。ただ、消耗品であれば、本事業の対象としているということでございます。また、収益を発生させる技術製品の販売、これも普及事業の対象ということとしております。いずれにしましても、この物品の取得というものは、この経費支払いの対象外ておりまして、その申し込み、今設置、物件、実証、もし撤去をする場合には撤去の費用、これは今回の旧事業の経費の対象といたします。旅館庫4、成果品、これにしましては先ほどの案件化調査と同じでございます。3月1日を提出期限の成果品の最終報告書の提出期限といたしまして、ドラフトにつきましては2月の1日を報告に提出しています。両国も相手国政府との関係、これも先ほどの説明と同じ部分でございます。基本的にはこの普及事業につきましても、相手国の要請、そして基づいて国際約束と相手国の合意文書を締結してする事業ではございません。で、そういったものは行わないものといたします。一方で、発行書きの中に、相手国政府機関の承認が必要な現地活動を含む場合は、必要な応じ判断される場合、個別に対応とございます。これは後ほど改めて説明させていただきたいと思いますけれども、特に今回の普及事業におきましては、現地に製品、技術を持ち込まれて、そこで実証、パイロット等を行っていただくということで、現地での活動というものが、大きなポーションを占めております。その場合の現地に例えば物を設置するとか、現地で何かのオペレーションを行うといった場合の、そういった活動を行うにあたっての事前の承認が必要な場合、こ
これは取っていただく必要がございます。ございまして、個別にその現地活動で必要な承認手続きパッドというものが必要でございましたら、これはそういったものは可能な限り事前に了承を取り付けていただくということをお願いしたいと考えております。4番、企画書に関する内容と。これにつきましても大きな柱は先ほどの案件化調査で説明したものと考えてございますが、こちらについても改めてその企画書のフォーマットを見ながら簡単にご説明させていただきたいと思います。この企画書は講師がございまして、その後提案者についてということで具体的な情報をお聞きいただくようにしております。これは先ほどとほぼ同様で、法人の連絡先、法人の活動とか、基礎的な情報を書いていただきます。これは大きな違いはございません。2番目の柱としまして、その普及、事業、将来的に、これから検討するこの事業の概要を記載いただきます。これもですね、1、2枚程度の事業概要表というものをまず作っていただきまして、個別な情報をこのように記載ということにしています。2の1、基本情報としまして、今回の法人さんの基本情報と、情報を記載いただくということにしてございます。そして、これは変更ございません。次のページに参りまして、2の2、事業ニーズ及び事業目的、これも柱としては変わりございません。ただ、普及事業の方にはですね、一つ加えているものがございまして、事業国、地域、都市、先行政府というちょっと上ですね、少し上ですね、特に先行期間、現時点で想定する政府技術を、採用する可能性のある期間等があれば、これも書いています。そして先ほど申し上げました通り、現地活動の実施にあたって、必要となるのは、対象となる、政府関係の承諾書の有無について書いている。現地での実証、配慮等の活動にあたって、事前に承諾等が必要な場合、この承諾書というものがあれば、それを取り付けていただいて、ここにその承諾書の有無を記載ということを。その他の部分につきましては、先ほどの案件化調査でご説明したものと同じでございます。そして、2の3、本調査後の、将来のビジネス展開の可能性と、その場合の事業部、これもですね、ODA、事業部の、計画の後、継続して、中小企業さんの方で、ビジネス展開を考えられる際の計画を解説するということでございます。現時点で想定する投資計画、資金計画の中にですね、この普及事業を、この調査後に決まっているにあたっての資金計画、今般のこの普及事業の中で、現地で適合性を、見ていただいて、それをクリアした製品に関して、現地でのマーケットの需要を見込みを見て書いていくというような方法にしております。その他、事業の実施体制ですとか、現時点で想定されるリスクといったものも入っています。これは先ほどの関係の調査と変わりました。で次の柱でございますけれども、実際に今回の、事業の中でやっていただく、先ほど調査の内容でございましたけれども、その内容について、実際に、今般の、自宅に着なられてやっていただく内容について記載いただくのが3番目の柱でございます。これにつきましても、内容については先ほど言うと有料でございます。本事業の実施にあたっての体制ですとか、これまでの類似業務経験、そして具体的な今回の実施方針、TOR、どのように進めていくのかといった記載をしていただく、TOR。方法というものですね、参加者ございます。そして、3の4、こちらですね、普及事業については、詳しく特に記載していただきたいと考えておりますが、この3の4でございます。
紹介、使用、実証、パイロット調査の具体的な内容とともに、これ現地にて紹介、例えばセミナー等を開催して、製品等を紹介して、使用、実際のユーザーさんに使っていただく、そして適合性検証、先ほど申し上げました通り、技術的な実証を行っていただくような実証、そして範囲なオペレーション体の海外の創業を行っていただくパイロットといったものの具体的な内容について記載をいただきたいと思います。でまたこの実施にあたってやはりそれをやはり物を持ち込んでそして実際に現地で、試してみるというような作業がこちらにございます。その丸2としましてその紹介、使用、適合性検証の実施にあたっての調達、搬送、手続き、もしくは撤去が必要であれば撤去も含めて具体的なその計画というものを記載いただくことにしております。一体この普及事業の中では この自宅者様のほうでですねこういった輸送設置、現地でのオペレーションとしてこういったものをしていただく必要がございますので、その妥当性、維持率といったものも確認する必要がございます。そういった部分を記載いただければと思います。ここになお米印と書いてございますが、先ほどの繰り返しになります。実際の物品 の製品の調達、製造については業務、本的業務の対象外となります。一方でその現地での簡易な仕様変更、改造、規制工事、こういったもの、もしくは消耗品については契約の中で見ることができます。次に、事業規模でございますけれども、これも先ほど同様ですね、ワンマンションのマンションとか、全体のスケジュールは、作業効率といったものをお伝えいただければと思います。事業の実施体制につきましても、先ほど申し上げました通り、団員の構成、そしてプロジェクトマネージャーの方につきましては、20名をつけて、実施をつけていくといった内容は同様でございます。可能であれば、実施体制についてもつけていくということでございます。そして、団員の作業工程、このようなバーチャルで示させていただければ幸いでございます。また、再委託についても、実際に現地でデータを取ったり、現地での、実証作業に必要な雇用を現地に委託をして行っていくような業務がございましたら、この再委託、必要に応じてその内容について期待できるということにしております。以上がですね、普及事業の企画書の内容でございます。また説明書の方に戻っていただきまして、説明書の6ページ、5、4番がございます。普及事業の、1件あたりの上限額は5000万円まで、5000万円を上限額といたします。しかし、この5000万円につきましては、複数の定義、または複数国の普及事業と定している条件などでございまして、単体の製品比率、または一国の場合には、より合理的な金額の提案を記載しております。提出する資料につきましては、先ほどの案件化調査とほぼ同様でございます。最後のこの11番、4月11番だけ付け加えられておりまして、申し上げました通り、実証、パイロット調査の実施に必要な、各種、先方関係機関からの承諾書、こういったものがあるんですが、これを可能な限り、徹底していただくということをお願いしたいと思っております。審査の方法、これも同様でございます。最高点されているのを、1年に超えた形で合計点を採用しまして、上位、この9事業の場合には7社の企画を採用します。条件の場合には、くじ引きに。次の8番以降は、先ほどの案件化調査と全く同様でございます。利益の概算認証書、これは企画書に記載された作業の内容に応じたものを必要な金額を持っていくといいと思います。また、財界は、普及事業におきましても事業管理支援法人として使用されておりまして、具体化が一部、調査の方から運営を受けて、管理業務をすることといたしております。その他10番、協力業態の決定、これが認められます。また、企業さんの、雇用関係のない技術の補強も取ります。取り付けます。補強を、
入れられる場合の、まあ、人数の上限は書いてあるということで、これも先ほどの案件先ほどと、また企画書の無効の要件というものも先ほどご説明されましたところでございます。企画書の、まあ、扱い、これも同様でございます。報酬をお支払いということはいたしません。あと、今年4番の発表予定です。最後に、こちらの方も採点表についてご説明をさせていただきたいと思います。採点の項目につきましては、先ほどご説明しました、今回ちょっと大きな違いはございません。こちらにつきましても、オーディー案件を、まあ、統計した事業の目的に、まあ、重視した案件です。一方で、個人の給料につきましては、一番下の項目であります、調査計画および調査実施体制の統計、ここに同様の点数も注視しています。特に、その中での紹介、使用、実証、パイロット等の内容と方法は、有機的だどうか、利益的なものか、特にこの部分がですね、この普及事業の大きな交渉を占めるということから、この部分についても、高い点数を見かけて、採点を行いたいと思います。以上、駆け足でございましたけれども、普及事業の説明は、ありがとうございました。はい、次は、質疑応答を想定しておりますけれども、1点、本日発布しておりませんけれども、先ほどから話が出ております、経営処理マニュアルについて、一部ちょっと修正がございますので、その点につきまして、調達部の前川より説明させていただきます。JICA調達部の前川でございます。よろしくお願いいたします。調達部は事業の実施の支援を産業開発部および民間連携室がやるのを契約および生産、こういった面からサポートするという形で今回の事業に参画させていただいているものでございます。で経理処理マニュアルにつきましてはホームページの方に掲載させていただいてますが、あの中身につきましては調達部の方でドラフトさせていただきまして、外務省様といろいろ議論をさせていただいて、セットしたものなんですが、ちょっと、ものすごく正直に言うと昨日も外務省様と少し議論をさせていただきまして、3点ほど旅費の関係で、少し変えた方がいいんじゃないかというものがございまして、今後外務省様の方の正式の決裁を得た上で、改訂版を再度ホームページの方に掲載させていただきたいと考えております。すみません、座って説明させていただきます。3点ですが、1点目が海外への渡航にかかるフライトの経費、いわゆる飛行機代なんですが、現状のマニュアルにつきましては、それぞれの受託者の内費、旅費の内費に基づきまして、エコノミークラスにするのかビジネスクラスにするのか、それを設定してくださいというところだったんですが、内規によることによりますと各社によりましてかなり差が出てくるんじゃないかというところで、これは当方の方からですね、渡航される方の学歴年次、要は大学等々を卒業されてからどれぐらい業務に使われておるのかという経験年数ですね、こちらとフライトの時間、所要フライトの時間ですね、これを念頭に、どういった16時間を超えたらビジネスが可ですというような形の内容を提供させていただこうと、基準を提供させていただこうというところを考えています。もう一つは、これはJICA のその契約では、国内の、成田までの例えば北海道から成田に出てくる、石川県から韓国に出てくる、こういったところの国内の交通費というのは認めてないものを
が基本にあったんで、それと同じような対応にしましょうというのが当初の考え方だったんですが、今回、中小企業さんが中心ということで、各地、全国各地から応募が見込まれるということで、ここの国内の旅費、これも計上が可能なような形で変更しましょうというところで、今整理をさせていただいています。最後がですね、これはすみません、誤植といいますか、単純なミスであったんですが、外国へ行く時の日当宿泊という旅費にあたるものなんですが、日当の上限金額を、マニュアルの方で3200円という形で上限を設定させていただいてたんですが、これ誤植でございまして3800円、これは訂正させていただいて、訂正版のマニュアルの方に掲載させていただきます。以上3点、その他細かいところもあってするんですが、大きな変更ということで、今後を訂正してホームページの方に掲載させていただきます。すみません、せっかくの機会なんで、もう一言をちょっと付け加えさせていただきますが、生産、今回の事業について、路地面での一番の課題というのが、3月、今年度中までに、全ての契約で生産がしっかり終われるかどうか、ここの議論を外務省さんと支援法人である JICA の間で、いろいろやらせていただきました。どういう形で完走ができるのか、どういう形で、皆様方にその処理の方法を、お伝えできるのかというところで、マニュアルも作らせていただいているんですが、この生産、警備の生産については非常に丁寧な説明が必要だろうというところで、事業にあたりましては仮採択が決まった時点で、仮採択の対象となった企業の方々向けにですね、改めて詳細な経理処理にかかるご説明というのをさせていただこうというところを一つ考えています。また契約を締結させていただいた以降もですね、その過程でやっぱ出張行っていただいた過程で問い合わせ等々あったものを含めてですね、最終的な生産について、調査の途中でいろいろ疑問に起こったところ、そういうところを丁寧に相談させていくためにね、いただくためにですね、期間で2回3回のそういった途中での追加の説明会、こういったものもやらせていただこうと思ってしております。内容がいかにその報告書等々ができましても、生産ができなかったというところで、例えば会計検査院から止血を受けるというところになると、やはりせっかくのその事業が台無しになるところがございますので、当方ともできるだけ、分かりやすい簡素な構成さというのを目指させていただきましたので、皆様には今後ともご協力をお願いしたいなと思っております。これをもちまして説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。